皆さん、こんばんは。ビストロパパの滝です。YouTube をご覧の皆さん、Facebook が今ちょっと回ってるか不安なんですけれども、ご覧の皆さん、こんにちは。おかげさまでビストロパパは今日で12周年を迎えました。今日は記念料理ということで、皆さんと一緒に勝手に作ってる気持ちで進めたいなと思ってます。はい、ということで最後までよろしくお願いします。じゃあ今日もね、いろいろとお料理を作っていきますけれども、今日はスペアリブということで、スペアリブを焼くのに、おいしく焼くには右肉が1匹必要です。決してこの子を焼くわけじゃないですけれど、応援をする右肉が必要ですけれど、皆さん右肉1匹用意しましたか？あー、残念ですね。なかなか三毛猫を一緒に画面に出してくれる人がまだ少ないですけれども、いつか出てくることを期待してます。はい、ということでまたどこかでマリさん出てくると思います。はい、今寝てるタイムなので、おとなしいですね。はい、ごめんね。はい、また来てくださいね。はい、リリース。はい、ということで、じゃあ今から作っていきたいと思いますけども、では今日作っていく料理は、こちらになります。じゃん、スペアリブということで、ですね、今日立派なスペアリブを皆さんと一緒に作りたいなと思います。はい、今日買ってきたスペアリブこちら。はい、で今日スペアリブ、豚のスペアリブですけれども、はい、皆さんバックリブの方もいらっしゃると思いますけれども、こっちの8本ゾーン、これが国産の豚帰ってきました。でこっちのちょっと長さがね、長くて、これはアメリカ産で、4本8本と4本、両方足して12本、12周年ということで、12本焼くということをやっていきたいなと思ってます。はい、こんな感じで今日12本で、国産とアメリカ産でちょっと食べ比べをしてみようかなと思ってます。はい、で後で食材の確認をするんですけど、その前にオーブン、最初に予熱しといた方がいいので、予熱をしておきましょう。これをここに僕のやつを入れるとね、ちょっとここが映らないけど、はい、じゃあオーブンの使い方、いろいろと皆さんあると思いますけども、中にこの天板、時々天板入れっぱなしで熱々の天板出す人がいますけれども、そうせずに天板は出しておきましょう。そして、オーブンの機能のボタンがあると思うので、オーブンを押していただいて、200度、200度の1、2、3、はい、4、はい、200度になりました。はい、200度、どっちにしろ見えないですけど、200度になったら温めスタート、ピッ、はい、押しました。ということで今これ予熱開始です。はい、予熱を開始したので、皆さんも先に予熱をしておいてくださいね。そしたら材料の確認を他に行きましょうか。ちなみに今日国産のスペアリブ買ったっていう人、国産声かな、はい、アメリカ産とか海外産のスペアリブになったよっていう人、少ないかな、はい、でバックリブの方、バックリブはね、使われるもん、私がバックリブですよね。はい、じゃあこれ出しといてください。でボウルでもバットでもいいんですけど、ちょっともみもみするのに、フリーザーバッグがあった方がいいと思うので、フリーザーバッグ1個用意しておいてもらってもいいかなと思います。はい、じゃあ食材の確認を引き続きします。はい、食材の確認ですけれども、まずスペアリブ、ここのレシピ8本レシピです。ですから8本でいいと思います。僕は今日無理やり12周年の12本にしたかっただけで。でその次に玉ねぎですね、玉ねぎ1/2個、はい、1/2個でもいいし、1/4個でもいいです。皆さんお任せします。僕この間使って残りまだあったね。はい、1/2個玉ねぎ用意ください。そしてその次に塩と胡椒で、揉み込む材料がケチャップと蜂蜜と醤油とウスターソースと
ニンニク一かけということで、はい、これ取り分けとくと手がまたベタベタなったりいろいろとするので、もう直接フリーザーバッグの中にもみもみ入れてしまいましょうか。はい、ではで今日じゃがいもって書いてるのは天板に隙間があるとちょっともったいないじゃないですか。あんまりそんなにガシガシ入れなくてもいいんですけれど、隙間がもしあるんだ、はい。ごめんなさい、途中で。余熱って何分ぐらいで上がるようにしておきたいんですか？ピピってなったらまたずっとやり直すので、皆さんの余熱完了時間がちょっとわからないんですけど、今か設定ができるんで。あ、最新ですね。そしたら、もう15分とか20分後ぐらいでいいですよ。わかりました。ありがとうございます。ねえ、機種によっていろいろとありますよね。うちもそうか、余熱うちのも設定ができるかもしれないけども、いつも無理にやってたりするの。はい。では、ケチャップ、蜂蜜、醤油、ウスターソース、ニンニク一かけを用意しておいてください。で、別の入れ物に入れてもいいけれども、直接もうフリーザーバッグの中に入れてしまった方が洗い物も少なくなるでしょうから。では最初にお肉の下ごしらえしていきましょうか。はい、でオーブンは200度の余熱、はい、ピピっていうのができる人はあと20分後ぐらいでもいいかなと思います。で揉み込んだ方が美味しかったりすると思います。でどこまでつけたらっていうのがキリがないんですけど、この間僕結構急いでほぼ余熱を待ってるぐらいの時間でもう焼いてしまったら美味しかったので、もう今日はそれでいきます。じゃあ皆さんバットにでもまな板でもいいですし、スペアリブもう全部出してしまってください。でここの揉み込む前にちょっとした人がしらえをするので、フォーク、はい、皆さんのお家にある美味しいフォーク、美味しく食べるフォークを用意ください。そしたらこれをこのスペアリブのここのところにブスッブスッと、この肉のところ骨のところは穴が開かないので、この表裏ブスブスブスと、はい、3箇所片面3箇所ぐらいブスブスとこう刺していってください。はい、ここの間にいろいろと味が染み込んでいくので、というふうにこのね、はい、染み込ますこの下ごしらえだけ、これ小手伝いでできそうですよね、子供たち。でフォーク自分の指に刺したら意外に痛いので気をつけてください、ね、でこれねキュッとくっついてるのがつけてると柔らかくなってねビヨーンって伸びてくるんですよね。結構あこんなに食べる部分があるんだっていう。でこのスペアリブの方がちょっとやっぱり脂身がありますよね。はい、脂身があるのでそれをまあガシガシ食べる。でバックリブの方が多分赤身が多い、こっちの方が脂身がねたっぷりあると思います。はい、こんな感じで全部でこの圧倒的にアメリカ産なんか身が少ないぞ、身が少ないから値段が安いのかちょっとわからないですけど、ちょっと食べ比べをしてみます。ここのね長さがアメリカの方がこのあばらの骨が長いので豚がでかいんですかね。はい、豚がでかいって別に豚をディスってるわけじゃないですよ。はい、では軽くこの後塩コショウかけましょうか。はい、塩コショウ、まあ軽くの下味なのでそんなにね、ローストビーフとかはもう味付けが塩コショウだけだったりするのでたっぷりかけますけれども、それほどかけなくても。でコショウは僕ちょっと粗挽きじゃなくてこの白と黒が入ってる、まあ、テーブルコショウ、このテーブルコショウでやったら美味しかったので、最近このテーブルコショウをよく使ってます。これ本当に鼻にかかるとくしゃみ出ますね。
テーブル故障、漫画じゃないんですけども、もう今僕くしゃみ出そうですもん。すごいな、テーブル故障はくしゃみ出るぞっていう。だから皆さん、くしゃみしたいときテーブル故障この辺でパパパパパってかけたら一瞬でくしゃみが出ると思います。はい、軽くお塩をパッパッパ、なくなったぞこっちの塩が。はい、パラ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 、今度粗塩に変えました。この最初に、塩を加えることでしっかり味がついて、で肉のうまみも出ますし、はい、で胡椒、はい、かけました。そしたらこれをフリーザーバッグの中に入れていきます。12本は結構多いかな。ちょっとね、骨がトゲトゲしてると、もみもみちょっとしてると穴が開いたりもするんですけども、このまま入れていきます。もうピーピー言い出しましたよ、うちのオーブンくんは。はい、ピーピーピーと。はい、これで、で12本だけど結構、多めのタレがを作るので、タレの分量は変えずにいきます。はい、これで今12本入れました。じゃあここからちょっと一瞬だけ手間暇かけるのは玉ねぎのすりおろしですね。はい、玉ねぎのすりおろしだけ先に必要なので、これね、すりおろすときに皆さん指切らないでくださいね。玉ねぎ1/2個半分に切っていただいて、皮を剥いてで、スリスリしましょう。僕のオーブンの予熱は明らかにちょっと早かった感じしますけど、いいでしょう。で、オーブンで焼くのは今回20分焼いてプラス10分焼く作戦をしようかなと思ってます。というのも、タレをもう一回、余ってるタレを上にかけて、お肉をひっくり返してタレをかけて焼くっていうことをちょっとやりたいなと思ってます。はい、じゃあ玉ねぎの端っこだけちょっと落としてもらって、でこれをもう全部すりおろして、ですりおろしたらもうここの中に入れて揉み込んでしまってください。で順番に調味料を入れて、でもみもみする。この玉ねぎがお肉をね、すごく柔らかくしてくれます。シュッ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 、これ真面目にやってるとそのまま指シュッと切ってしまうので、シュッ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 、はい、こんな感じで、ね、玉ねぎね、結構たっぷりすりおろして入れたんですけども、美味しかったんですよ。ソースにも結構玉ねぎがついてて、はい、この、はい、お肉の中にもう玉ねぎこのまま全部入れます。はい、だで入れてはもみ、入れてはもみっていう風に順番にしていきましょう。はい、あとすりおろし入れるのにニンニクがあるので、次レシピには最後みたいになってますけれども、ニンニク一かけすりおろし入れておきましょうか。はい、もうすりおろしチューブでもいいですよ。すりおろしニンニク生でもいいし、チューブの方が楽でね、そのままピュッと入れてもらったら全然構わないです。料理によってはチューブのお肉っていうか、ニンニクって塩とかいろんなものが入ってるので、ちょっとしょっぱくなったりする時もありますけども、今日の料理なんかは全然 OK だと思います。入れました。じゃあこれで玉ねぎと
ニンニクが入りましたのでちょっと軽く揉みます。これフリーザーバッグじゃなければボウルでもみもみしてもらっても構いません。ボウルでもみもみしてもらっても構わないし、はい、これで揉んだら、じゃああとここの中に残りの調味料を入れていきましょう。で入れていくときに計量、いつもねきちんと計量した方が失敗しませんよとは言ってるんですけども、計量してると計量スプーンにいっぱい調味料がくっつくので、皆さんのミラクルな計量で大さじ 1,2,3,4 入れてもらったらいいかなと思います。はい、まずじゃあケチャップ、最初にケチャップ大さじ4入れます。はい、1,2,3,4、はい、ケチャップ大さじ4入れました。次に蜂蜜大さじ3入れます。ちょっとね甘めにしてます。はい、蜂蜜大さじ1,2,3、ちょっと多いんちゃうかっていう感じもしますけども全然大丈夫です、ね、変なもん入れてませんから。ウスターソースはねドボドボドボっと入るので、ウスターソースは計量スプーン使いましょうか。はい、あ、これとんかつソースになってる。とんかつソースよ。はい、どうぞ。すいません、ニンニクどうする、どうやって入れてしたっけ。ニンニクはさっき玉ねぎすりおろしたのと同じようにすりおろして中に入れてしまいました。あ、わかりました。で、チューブでもいいですよ。あ、はい。はい。で、次、ウスターソース大さじ2。はい。ただ、ウスターソースはね、ウスターソースのちゃんとルールがあるので、何でも適当に作ってウスターソースって言ったらダメなんですよね。はい、ウスターソース1、2。ウスターソースは大さじ2入れます。はい、ちょっとじゃあでこれで全部ですね。ケチャップ4、蜂蜜3、あ、醤油まだ入れてない。醤油入れます。醤油も計量した方がいいですね。ドボドボドボっと入って、そう、醤油はちょっと計量して入れないと変にたくさん入るとしょっぱくなりますから。はい、大さじ1。大さじ2、はい、入れました。ということで入れたのはケチャップ4、蜂蜜3、醤油、ウスターソースそれぞれ2で、ニンニクが入ったものがこのタプタプの入れ物です。はい、じゃあこれをチューッと絞って揉みましょう。はい、揉み揉み、はい、もみ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 、これ中の袋から出ないように。でもし下ごしらえをして寝かしておくのは、これをねこう置いてつけて30分でも1時間でも、で多分キャンプとかに行ったりするときにはこういうふうにもう下ごしらえをして、でこのこれをそのままこれバッグに入れて、でバーベキューで焼けば美味しくできると思います。はい、じゃあこんな感じでもうできてしまったので、あとプラス30分でこれはできるんですけども、さすがにもうちょっとつけたいですよね。はい、なのでこれをもうちょっとつけながらサラダでも一品ちょっと作ってしまいましょうかね。はい、気が変わってもういきなり焼くかもしれませんけれども、はい、じゃあこれで置いときます。で天板にもう仕込んでおきましょう。天板に、はい、クッキングシート、はい、でここの時に、あ、じゃがいもくんですね、じゃがいもくんを隙間に入れて焼いて、ちょっとポテトの副菜も作りたいなっていう人はポテト、じゃがいも焼いてしまいましょう。で僕今日12本ねこの天板に並べたら多分いっぱいいっぱいなんじゃないかなと思うんで乗らない気がしますけど、
まあ 1,2 個ぐらい切れるかな、はい、1個ぐらい、このもう小さめに切っとくといいと思います。これ今新じゃがですけども、半分に切って半分に切って、そうですね、このぐらい、今こっち側で8等分だから16等分ぐらい、これぐらい、これぐらい切っとくと30分ぐらいだと火通ると思います。あんまり大きいとね、火が通りにくくなるので、この感じで隙間に焼くじゃがいも置いときましょうか。はい、こんな感じで、なくてもいいです。で、いざ隙間があったらここに入れるぞ作戦で、で、これうちいろいろなところに生えてたりするので、ローズマリーをちょっと調達してきましたけれども、これを一緒に焼きます。で、こっちの中にね、揉み込んだらちょっとどうかはあれなんですけど、この焼いている周りにローズマリーを一緒にまぶして焼くとすごく美味しかったので、今日そんな感じでやってみます。はい、じゃあ皆さんもうもみもみできてるんじゃないかなと思いますけれども、はい、天板にクッキングシートを引きましょう。はい、クッキングシートね、はい、このキッチンペーパー引くと燃えますからね皆さん、はい、棒燃えるので、このクッキングシート、このしっかり隙間まで置いといた方が油とかこのね汁が出るので、後で掃除しやすいようにしっかりこのこぼれないように敷いといた方がいいと思います。はい、微妙にきっちりだったんで結局こぼれそうな気がしますけどね。これでじゃあこのもう下ごしらえはね、はい、 OK です。で、ここの揉み込み時間がね難しいですよね。あとじゃあ10分やったから染み込むかっていうのはなかなか難しいので、どっちにしろ30分焼く時間がありますから、もうちょっと並べて焼いてしまいましょうか。で、もっと染み込ませたいっていう方は皆さん、僕は時間の関係で、ね、YouTube の配信で延々と肉を下味つける時間を配信されても困るんで、はい、これもうじゃあ焼いてしまいましょう、ね、はい、で今日は12周年の記念日なので、いろいろと皆さんとのお話もできるかなと思いますけれども、はい、じゃあこれをもう並べてしまいましょう。はい、で、ね、さっき塚原ママにも20分後ぐらいって言ったのに、もうピピってなってるわよって言われるかもしれない。はい、じゃあここにこのタレつけたものを並べるんですけど、いっぱいタレついてるじゃないですか。なのでちょっと落とします。落としてあげて並べる、落としてあげて並べる、ベタベタにせずにこうで、こう軽く落として、ほらこんなビヨーンって伸びてるんですよ。ほらビヨビヨでしょ。だからこのビヨビヨ伸びてるやつを伸びたまま並べていくとね、ほら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 、こんな伸びてるんですよ、さっきのお肉が。はい、でもこんな感じでこっちに国産豚ゾーン、ほらもうほらビヨーンって伸びてます。ほら伸びてる伸びてる、はい、あ、これはアメリカかな、はい、アメリカか、これは国産ビヨーン。じゃがいも乗せる場所あるかな、はい、これも国産かな、これはアメリカか、はい、で最後の1本が2本かな、はい、でこの端っこ余ってるじゃないですか、ここにじゃがいもくん、新じゃがくんを入れてあげましょう。
ちょっともりもりですけれども、はい、で皮面上にしときましょう。皮カリカリに焼きたいのでこんな感じで、もし隙間があってじゃがいも焼きたいぞっていう方はこんな感じで、このね間に入れたら入れたでこの汁がついて美味しいと思うんですけど、まあこの後オリーブオイルとちょっと胡椒かけますので、ちょっと端っこに寄せてます。はい、うん、僕の1個分ぐらいしかなかったですね。そしたらオリーブオイルを軽く上からかけてください。シューと、はい、でかけて、あと粗挽き胡椒をかけます。塩は焼き上がってからかければいいので、オリーブオイルと胡椒でいいです。そしてローズマリーがあればこう葉っぱをパラ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 っと、でこのローズマリーいっぱいあるので他のところにも、ローズマリー意外にカリカリになって美味しいんですよね。はい、こんな感じであればね、ローズマリーも入れると風味ができて美味しいかな。はい、もうこれだけです。こんな感じで、はい、じゃーん、美味しそうね。これ焼きます。12周年12本のスペアリブ、じゃあ今から焼きます。たけみさん、オリーブオイルはかけましたっけ？今じゃがいもだけ、はい、じゃがいもだけかけて、スペアリブの方はもうこのタレだけです。でタレをちょっと拭って、でこの残ってるタレ後でかけます。かけて、はい、二度焼き目の時にかけるので、はい、よし、じゃあオーブンに入れていきます。よし、はい、はい、僕今上上段じゃなくて下段の方に入れました。ですぐ閉めます。これだけでもね、だいぶもう温度がガーッと下がってましたけど、で時間20分、20分にしてスタート。はい、 OK、 はい、もうこれで20分することなくなりましたので、何しましょうかね。はい、しりとりでもしますか。しりとりでも、はい、じゃあこの間にちょっとサラダを作ろうかなと思いますけども、ぜひあの YouTube をご覧の皆様も食材用意いただいたら、オンタイムでこうして動画を見ながら料理を作れるので、ぜひやってみてください。1分とか3分とか5分とか10分動画あるじゃないですか。お料理上手な方はね、それで感覚でパパッと作れるんですけど、料理教室に参加すると一緒にみんな作るじゃないですか、オンタイムで。で、あの切り方見たかったのにっていうところがカットされてるものが全てノーカットで流してるのがオンラインの料理塾なんで。はい、じゃあ皆さん焼けてるかな。とにかく皆さんの食べたい野菜を切って入れて、で味付けを一応ね、レシピも出してるんで出しておきましょうか。はい、こちら、はい、レタスザクザクと刻みます。で大根とかきゅうりとか食べたいものを入れてもらって、で味付けはごま油加えて塩コショウ入れて、でポン酢マヨネーズレモン白ごまで和えたら出来上がり。これだけです。はい、この組み合わせが好きでよくやってます。でポイントはごま油最初に入れて、でその後味付けの塩コショウを入れていくとサラダに味が絡まりやすいので、最初に油を入れる。お肉とか他の料理はこれが逆なんですよ。先に油を加えてしまうと油でコーティングされて、その後下味がつかないので、最初に塩コショウを振ったりするということなんで、お肉類の下味は先に塩でも、サラダは先に下味は油からするというふうにちょっと覚えてもらうといいかなと思います。はい、ではこれに皆さんの食べたい野菜をザクザクと入れていきましょう。どうぞ。はい、
うちは下段と上段しかないので下の方に入れました。下段。あ、分かりました。はい、上にねしすぎると今日結構あのタレがいっぱいあって焦げるんじゃないかなと思うので下の方がいいかなと思います。ありがとうございます。はい、で20分です。200度20分。はい、じゃあ大根入れます。皮ごと食べます。はい、7、8センチぐらいかな、切ります。で半分に切って、でこう薄く切っていって、であと千切りにします。はい、端っこからザク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 、はい、こんな感じで、これで大根サラダ美味しいですよね。できるだけこれは薄く切った方がサラダやっぱり食べやすいと思います。スライサーでスルスルスルっと切れるうちはそれで切ってもらってもいいと思います。で大根下になればなるほど辛くて、首の上の方が甘いので、サラダにするんだったらやっぱり上の方を使うといいかなと。でこれも僕上から順番に使っていって今真ん中ぐらいになってますけど、こう薄切りにして重ねて、でシャキシャキシャキとこうまた薄切りにしてもらうとこんな感じで大根サラダになっていきます。はい、って言ってる間にあと10分ですね。意外に20分ってすぐですよね。はいね、今日田崎家は晩ご飯何の予定ですか？あ、スペアリブ？準備が間に合わない。あ、そうですか、わかりました。あ、そう、今日テニス勝ちました？いや、大会ではないので。あ、大会ではない。普通に練習した。あ、そうですか。あれでしたっけ、若手なんでしたっけ？今日は若手だった。若手でした。で最高齢の方はおいくつぐらいなんですか？70代。おー、いいですね。70でテニスやるの。会長。あ、会長がね。はい、でレタスで、レタスもこれ最後使い切りなんで全部このまま切ってしまいますけど、もし一部しかとか3枚4枚しか使わないときは半分に切ってしまうと切れ目から傷んでいくので、この周り使う分だけこう皮を、皮じゃなくてね、葉っぱですね、葉を剥がして使ってもらった方がいいと思います。僕もこれ全部使うので、はい、でも手でちぎって入れてもらってもいいし、これも小手伝いでできそうですよね。はい、あ、包丁で切ってもいいし、はい、ザク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 、はい、こんな感じで切りました。あと今日トマトとキュウリ買ってきましたね。あと水菜が今なんかすごく安くて、すごい安かった。これ2束100円でしたよ。2束100円って安いですよね。すごい安い。じゃあキュウリと人参入れます。キュウリと人参じゃない、キュウリとトマトです。トマト、トマトは1個入れる前にこのトマトが美味しいかを食べたいな、ね、最近トマトの塩ポン酢サラダがお気に入りでちょっと食べます。お、うん、トマトをキンキンに冷やすんですよ。で塩かけてポン酢でかけて食べるだけなんですけど、冷やさないとダメですね。サラダって冷やすとめちゃめちゃうまくなりますね。うん、
冷えたサラダは美味しいっていうのが最近の再発見です。はい、きゅうり、きゅうり洗ってもいいし、ちょっと味付けたい人は塩もみすると味がね締まって美味しいと思います。ちょっとね、あの皮のえぐみも取れますけども、これ今乱切り、もう生で食べられるものがあったらもうポク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 入れていってしまってください。はい、こんな感じで僕も何を入れるのか特に考えずにこのボウルにまだ入りますよね、満タン入れようかなと思って、水菜も入れようかな。でせっかく一束じゃないわ、二束も買ってきて、あと5分、あなんかテリテリしてますね、テリ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 、はい、水菜これ入れます。今日5時さん、そうか、スペアリブ料理は見た目は派手ですけど調理のライブ配信は地味ですね。下味つけてオーブンで入れるだけなんでね、ちょっとこれはライブ配信動画としてはちょっと地味なので編集してあっという間にできちゃった動画を作ろうかな。はい、でもし皆さんキッチンペーパーとか布巾があれば洗った水菜このまま入れてしまうと水っぽくなるのでキッチンペーパーとか水気を拭いてサラダドライヤーでもいいです。キャキャキャってやって。五十嵐さんはなんか肉が続いてるので今日は肉じゃないんですよね、お魚なのかな。今日はギャラリービュー。そうですよね、ギャラリービューで、そう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 、あ今ほら笠原さんが手振ってね、確かあのリアル料理中でもやりましたよね、スペアリブ。スペアリブやったかな、うん、なんか覚えがあるんですけど。マジですか。うん、僕の方にあまり記憶がないっていうのがなんかたくさん作ってました。なんかやりましたよ確か。肉はねオーブンでねなんか焼いてたと思いますけども、何やったかな。はい、これ今ね、はい、最後に水菜を入れたら水菜しか見えないので全然あの盛り付け方的には色っぽくもなんともないんで、本当は赤いトマトを最後に入れるとかね、きゅうりを上に乗せたらいいんですけど、まあまあ味は一緒ですから。でこの後味付けしていきましょうか。はい、もうもりもりで結構ドレッシングかけます、塩コショウも。で水が出てくるんですけど結構ね食べ残して翌日味が染みたものを食べるのも美味しいんですよ。はい、ということであっという間にサラダがもりもりできまして、あと2分でオーブンができますけれども、最後2分で味付けやってしまいましょう。はい、味付けはごま油、これね分量レシピ書いてありますけれども、それぞれ皆さんの入れてる量が違うので、これだったら大さじ3ぐらい、1、2、3ぐらい入れました。そしてその次に塩をパラ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 と、後で混ぜてください。 ねボウルに混ぜてこっち側に移してもよかったかもしれないですけどね。はい、で水っぽくなってくるんで、でごま油、塩、これだけでも十分美味しいです。そこで粗挽き胡椒、粗挽き胡椒をガリ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 、はい、粗挽き胡椒をガリガリ入れてよ、
してあとポン酢、この組み合わせがね合うんですよね。はい、ポン酢、ポン酢をじゃーっと、はい、かけます。そしてマヨネーズ、マヨネーズ、はい、ぐる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 、でレモン、レモンを、レモンはやっぱりね生がいいですね。はい、レモンを、レモンねたっぷりかけた方が美味しいですよ。これ今僕4分の1カット、もうちょっとあるかな、うん、そろそろピピって言いそうですね。はい、中を言いました。今ピピって言ってオーブンが出来上がりました。これで取り出して、で取り出すと一回余熱がなくなるので、余熱をやりながら再度やりながら10分、だから最終的には余熱込みで10分以上焼くことになりますけれども、はいはい、こんな感じでサラダの出来上がり。あとごま、和風なのでちょっといりごま入れてもらうといいかなと思います。これをパラパラパラっと、でこれで後で和えてください。はい、じゃあ皆さんのオーブンセットしてる時間が違うので、ピピって言ったら順次、あ、もうローズマリーを入れてるので、でこれちょっと後でねこう混ぜてもらって、で食べやすくしてください。はい、もうすごいでしょ、これぐらいやっぱり、ね、スペアリブ食べるんだから、これぐらいサラダ取ったらバランス取れるんじゃないかなと。では天板を見てみましょう。はい、熱々なのでね気をつけてくださいよ。はい、はい、置いて、そしてパクパク、はい、じゃあ取り出します。じゃーん、よいしょ、おーら、こんな感じ、でたたたーん、締めとかないとね。はい、そしてこっちに移してこうなるという、すごい、このワンオペでカメラを切り替えて何人スタッフがいるんだって、僕だけなんですけど。はい、こんな感じでできたので、これをね、もうこれでもだいぶいい感じで仕上がってるんですけど、最後残ってるタレをちょっとかけましょうか。でこれこうちょっと裏返して、裏返して、裏返して、ちょっとねかなり汁が多そうだったら、この汁一回キッチンペーパーで拭ってもらってもいいと思います。はい、結構その玉ねぎを今回使ってますよね、かなり、だからだいぶ汁が出てしまってる部分があるのは、ちょっと部分的に取ってもいいと思います。だんだんオーブンっていうか、なんか煮込み料理みたいになってます。はい、これは玉ねぎのねちょっと量が多い感じでこうなってますけども、まあいいでしょう。でさらにこっから10分カリカリにさせましょうか。はい、ちょっと今ねいっぱい汁が出てたので取って、で最後ここに残ってる、はい、タレを上から裏返してかけてあげましょう。こんな感じでテロ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 
い、テル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 。これまあこのまま30分ぐらい入れても別にいいんですけどね。なんかせっかくこのタレもったいないなっていうのと、もう片面も焼きたいやみたいな。はい、こんな感じで、はい、ざっくりでいいですね。こんな感じで塗っていただいたら、こいつをもう一回戻し入れましょう。で200度もう一回すぐ予熱をしてもらって、はい、このままよし入れて、オーブンで仕上がり200度でスタートで、しばらくしたらもうすぐにピピってなると思うんですけれども、はい、これで10分したら出来上がると。でサラダもできてるし、あとは皆さんパンかご飯か準備いただくと出来上がるんじゃないかなと思います。まだまだ余熱ピピって言ってない、あ、いや余熱言いました。はい、じゃあピピって僕余熱くん言ったので、蓋を開けて、はい、閉めて、そういう仕様なんですよ。10分でスタート、10分焼きます。はい、って言ってる間にピーピー言いました。ちょっとじゃあ見てみましょうか。もうお腹が減ってパンむしゃむしゃ食べてますけど、はい、じゃあどんな風な感じでできたかどうだか見てみよう。じゃじゃーん、お、いい感じで焼けてるんじゃないですか。ほら、すごい。そしてこっからのイン、ほら、カメラのカットが切り替わって、はい、なんとジャストのタイミングでスペアリブが出来上がりました。すごい、ほら、どうですか。ちょっともう美味しさが光り輝いてません。ほら、じゃーん、ほら、どう、ちょっと端っこのじゃがいもつまんでみよう。うん、じゃがいも、じゃがいも美味しい。でこのソースの味が染み込んでていいですね。はい、じゃあね、時間なので味わって、で配信の方はこれで一旦終わりたいなと思うんですけども、じゃあちょっと食べてみましょうか。どうから、これにしようかな。はい、これを実食を、熱いな、まあいいや。はい、じゃあ出来上がったので食べてみます。熱っ、熱くて食べられない。うん、うまい、うまい。誰か入ってきた、山田さん。おいしい。12分の1、熱い。うん、あ、もう玉ねぎのソース上に乗って今一緒に焼いた、これいい感じ。このタレ取らずにこの後に乗っかってるのを一緒に食べるのが美味しい。だからこの上にソースが今これ乗っかってるので、これごと上手にちょっとよそってガサガサっとせずに移した方が多分美味しくできると思います。うまい、うまい。ちょっと、どうもおからの皆さん、うまいですよ。作った方がいいです、絶対。でこのスペアリブの楽しさを慕って、このくっついてる肉と骨、このくっついてるこのここをの歯に挟まってもいいからガシガシ食べるのが美味しいですよね。うん、ちょっと美味しいから効果音流します。
おいしい、おいしい。満天星空レストラン風に効果音ちょっと寄せましたけど、はい、ということで最高に美味しいスペアリブがビストロパパイ12周年で12本焼けました。ぜひあったかいうちに皆さん食べてくださいね。はい、ということで6時になりました。はい、このビストロパパの12周年の YouTube と Facebook ライブ配信、長々とご覧いただいて皆様どうもありがとうございます。おかげさまで12年経ちました。今年13期目を迎えますけども、新たな1年はこうして YouTube なり Facebook のライブ配信、もっともっと料理教室だったりクッキングライブの配信をするっていう、これをもっともっと楽しくいろんな人とコラボをやりながらやっていく。それと同時にライブ配信をしなくてもいろんな動画編集をして、でアップすることを今試みてます。この間も巣鴨通り商店街の伊勢屋さんの団子の動画を Facebook にアップ、 Facebook じゃない、YouTube にアップしたので見てください。はい、おじさんが団子食べるだけの動画なんですけども、はい、全然再生回数が回ってません。はい、残念な動画にならないように皆さんご覧いただきたいなと思うんですけど、この新しいちょっと武器を手に入れて何かというと、はい、このね ZV-1、 はい、なんか方向性がだんだん今度商品 YouTuber みたいになってきてますけれども、これがねめっちゃフォーカスがいいんですよ。こう今僕また別のカメラのこのフォーカス、この切り替えがこれコンデジなんですけど、すごくフォーカスが良くて、でこのフォーカスのいいレンズでこの団子をこんなしてアップにしたりしてるっていう、はい、おじさんが団子を食べる動画ぜひ見てください。それと、チャンネル登録ね、毎週こんな配信新しい動画もアップしていきますのでご覧いただければと思います。ということで、ビストロパパ12周年ライブ、最後までご覧いただきましてありがとうございます。この後は Zoom で参加していただいている、オンラインの料理塾の皆さんとのトークを続けます。はい、ということでまた皆さんお会いしましょう。さよなら。